おお、ありがとうございます。包丁ガチだよ。すごいいい包丁来ましたね。大丈夫？信子さんこれまた山に持たせて大丈夫？骨髪骨髪？顔出てる顔出てる。骨髪ですかそれ？悪い顔出てるよ。骨髪とお城だよ。これこれハミ。おおハミ。じゃあ。お母さん、これ食べちゃっていいですか？食べちゃっていいですか？うわーい、豪快だね。そうやね。誕生日の人が切るってのも面白い。じゃあ、あんたは切りなさいって言うから。自分のケーキですからね。当たり前ですよ、そんなの。大人として当たり前ですよ。じゃあ、信子さんも一緒に食べましょうね。じゃあ、あれ、初めての共同作業ってやつやらなきゃ。信子さんと？あ、もう入刀しちゃいました。じゃあケーキを切っていただいてる間に、じゃあ次の魔界カードいきますか。はい、お願いします。じゃあそんな誕生日の伊塚くん、あ一枚引いてください。こうかな。はい、じゃあ真ん中、はい、よいしょ。博多に来たらこれは外せない。さあ伊塚くん、博多は今回初ではない？初じゃないんですけど、うん、1ヶ月いるのは初めてですね。うん、本当ですね。やっぱ博多美味しいものいっぱいありますけど、あるね。一番食べたいのなんですか？麺兵衛。え？麺兵衛？俺麺兵衛大好きなのよ。麺、ごめん、あの差し入れとかでもいただくやつ。そう。え、麺兵衛わかんない？あんま甘かったんですけど、ちょっと説明してもらって。麺兵衛だよ、おせんべいなんだけど、薄い、はい、あ、明太子味のとかじゃなくて。そう、明太子味のおせんべいがあるんだけど、明太子せんべいの略なんじゃないですか、やっぱりかな。せんべい界で一番好きなの。あ、そうなんだ。麺兵衛が。へー。だから、あの稽古場の時にいただきましたね。いただいたんだけど、あったあった。俺隠れてめちゃくちゃ持って帰ったもん。嘘でしょ。かわいい。めちゃくちゃカミングアウトするじゃん。あ、そうなの。みんなにあげなきゃいけないじゃん、ああいうのって。まあね、好きすぎて、うん、はい、食べるし、うん、忍ばせる。そんな好きだったんだ。めっちゃ好きなの。じゃあ今回買って帰るね。もちろん買って帰る。お土産もそうだし、自分のもストック用として。そうだね。タマちゃん、なんかある？絶対食べたいってやつ。ラーメン。あ、ラーメンね。豚骨ラーメンとかね。もちろんね。うなり。うなり？お店の名前？うん。食べて行ったん？自分行けてない、まだ。まだ行けてない。うん。あ、そうなの。前に来た時に美味しくて。でも、りょうちゃん行ってる。あ、そう。あやさんのすぐそこにあるともちゃんっていう屋台ラーメンもすごい美味しいらしい。なんかいろいろこうお聞きしたりとか調べたりして、すごい食が好きなんでいろんなとこ行ってます。うーん、そうなんだ。たっちゃんは？で、基本的にゲリラタイプだから。そう、これから探すんだと思う。考えないタイプ。なんか予定調和になるのがすごい嫌いで、スケジュールを組まれるのがあんま好きじゃなくて、うん、予定調和違う。思いつきの使い方がちょっと違うけどね。ちょっとだけね。思いつきの歩み出しが好き。うん。ここいいんじゃないですかみたいな感じで寄るのが一番いいんだ。ああ、それが一番いいですね。ああ、そうなんだ。なんか組み込まれてるスケジュールで行動するのが一番苦手です。完全にあんま日本人に向いてないから。なんかちょっといいね、そのギラギラした感じが。いいよね。なんか別に尖ってるわけじゃないですよ、これは。例えば、じゃあいついつ行こうよ、うん、3日後じゃあどこどこで飲みに行こうよって、その時の気分で言ってるけど、うん、実際その日になったらその気分になってるか分かんないじゃないですか。分かるが嫌いで、うん。じゃあ上川さんに、じゃあ明後日とかやったらどうする？行きます。行くんだ。それは行くんだ。やっぱ TPO ね。あ、TPO ね。今の話何やってんの。マジで上川さん嫌いじゃないから行くだけですけど。嫌いじゃない。どの位置に行ってんだよ。噛みつくね。偉そうだな。もうこれが個性だから。あ、なるほどね。僕の良さであり悪いところでもあるっすね、これ。押していこう、個性を。いいね、長所と短所自分で分かってる。素晴らしい。他の4人めちゃくちゃ保守性高いからな。確かに、確かに。ほんと高いから保守性高い。僕はやっぱり水炊きかな。あ、水炊きっすね。水炊きだよ、ね、さっきのね、話っすね。行きたい。食べました？もう水炊き。いやー、まだ食べてない。まだ食べてない。そう、水炊き来て。じゃあ千秋楽まで取ります、取っときません。いやいや、食べさせて。まあまああるよ。1ヶ月もあんだからさ。しかも今回さ、結構何、朝11時半の公演と夜は5時スタートで、約10時間以上は劇場にいるじゃない。そうだね。お腹すくじゃん。すく。だからそれこそご飯大事よね。大事。うん。じゃあ続いてのやついきますか。はい。じゃあ、りょうちゃん引いて。じゃあ、こちらで。デュデン。はい。好きな四文字熟語。お、急に魔界関係ないやつできたね。あ、でも、かっこ座右の銘。あ、かっこ座右の銘。座右の銘でもいいと思うね。なるほどね。大喜利っすか、これ。
大喜利じゃない。あ、上川隆也。大喜利じゃないっつって。見るな、カメラを。カメラを見るな。カメラは見てますよ。僕は高谷さんを見てます。あ、高谷さんって。時空なのか。見てくれてるだろう。そう、あろう。であろう、高谷さんに向けて。今のうまいなぁ。もうそっから先何もいけない。あのバッグもらおうとしてるから、りょうちゃん。たまちゃんは。嘘でしょ。この後一番きついね。四字熟語。座右の銘。もしくは。わかりました。やっぱり、人ってものは、精一杯生きてるわけで、だとしたらやっぱり笑顔で生きたいわけで、なんか世界が幸せになればいいな、そんな世の中を求めています。玉を死んじゃって長ない。座右の銘長いし、ただの酔っ払いだし、やろうとしてたこと全部やられたよね。もうボケかぶってんのか。ボケかぶりか。ボケてないから。ボケてないか。いや、そう、今思いついたことでしょ。でも今の、うん、だから世界平和っていう四字熟語やね。でもたまちゃんっぽいね。ね、ピースね。たまちゃんっぽい。ピース。たっちゃんなんか考えてるからちょっと時間かかるだろうか。ちょっと待って、最後とかやめて。俺はもう座右の銘決めてるのは、危機も一役にして10歩することあたわずっていう。出たよ、ほら、すごいな。ちょっと素敵なやつじゃないのこれ。全然知らない。初めましての、初めましての危機キリンさん。危機キリンさんじゃない。あ、四文字熟語。いや違う、上川さんに。はいはい。あの危機っていうのはその、まあこれ中国の故事なのかな、なんだけど、あの危機って騎馬戦の木なんだけど、騎馬戦の木なんだけど、意味としてはどんなに素晴らしい馬でも一歩で10歩分の距離を行くことはできませんよ。何事も一歩一歩の積み重ねが大事ですっていう。素敵。いや、もうそれがさ、伊塚くんぴったりね。毎日毎日さ、朝早く来てね、いろいろやって、それを心に留めてるっていうところは素敵だわ。りょうとくん、いや僕超つまんないけど、僕はもうなせばなるです。ああ、いいね。いいね。もう本当にシンプルですけど、これまた涼太君にちょっとぴったりだね。超ぴったり。そうかい。舞台上で僕ら戦ってるじゃないですか。毎回毎回いろんなものと戦いながらやってるじゃないですか。それになんか対してやろうっていう精神がないと、そもそも何もできなくなっちゃうし、そう、挑戦する力も大事だし、だから僕はちゃんとなそうと思ってますね。体現してるよね、りょうたはね。ですかね。ならいいんですけど。調べてんじゃない。調べてんじゃない。座右の銘を調べて。携帯で調べてたよ、今ね。まさこさんから。まさこさん。まさこさんを出しに使って。連絡してない。じゃあ、たっちゃん、なんかありますか？まあ、座右の銘なんですけど。うん。あの、可愛い子には旅をさせるっていう。おお、その、ね、その心は。やっぱり、その人にはその人の道があるっていうことは、別に周りと同じようにするあれでもないし、今までやってきた人はこうだったからこういう風に進まなきゃいけないよっていうのがやっぱ嫌いなんで、僕にとってもぴったりな言葉だなと思って、それまあ役者としてでもあり、その個人としても自分なりの道を見つけて、自分なりの道を見つけて頑張っていきたいなっていう意味も込めて。かわいい。もう完全に後付けっすけどね。言われてわけわかんないけど、説明は理にかなってるよね。もちろんもちろんかなってるよ。説明は本当だから。そうだね。ずっと言ってきたことだもんね、それね。だ、要するに自分自身を可愛い子って言ってる。言ってるようなもんね。多分ね、もっとね、いいあれあったよね。あったよね。ずっと適した適したものがあるはず。すいません、土手丼です。ナイスタイミングできました。土手丼うまそう。これはやばいよ。あれもいいんじゃない。じゃあ辰徳、僕唯一無二って言葉がすごく好きで。おお、いいね。だとしたら俺下克上が好き。いや、それ3時じゃん。俺支離滅裂が好き。じゃあそれ言えよ。支離滅裂が好きって何。支離滅裂が好きって何。いや、誰の型にもハマらないっていう、まあ、わけわかんないの面白いし、だからそれが唯一無二じゃん。そうそう、誰にも当てはまらず、自分はそれは特別な存在になり得る人なのか、なっている人なのかではなく、そういう心持ちが必要だと思うんですよ。自分はこの一国一城の自分の城を築くっていう役者としての
なんか本質は失ってはいけないと思うから、うん、唯一無二って言葉はすごく好きですね、うん、一番言われたい言葉かも。それわかる、ね、すごくわかる、役者としてタモちゃん、あれだよね、なんだっけ、ブロマイドじゃなくて、なんだっけ、パンフレット、パンフレットに、俺今日読んでて、みんなのやつ、うん、なんか、唯一無二の存在みたいな、わかるわかる、放つ実力派みたいな書いてたよね。そうそうそう、書いてて、うわ、マジだと思って。まあそうだけど絶対あれもう、市場入ってるもん。お金渡した西尾さん。さっきまですげえかっこいいことしたのに、急に悪いやつなんて。いや、渡したろ、これそんなの、同役だからみんな欲しいじゃないですか。もしかしたら、西尾さんにこれした可能性はあるよね。ごまを吸った。役者は個性がね、あってこそですからね、はい、でも今回誰一人として被ってるキャラもいないし確かにね、うん、そうだよね、そういう意味では素晴らしいキャスティングでしたね。だしそれをこう、やっぱそういう風に演出した堤さんのね、うん、やっぱりこう演出もあったんだろうし。そうですね。じゃあちょっとなんかまとめみたいな感じになってきたんで、はい、これから見に来てくださるお客様に、おここだけは見てほしいみたいなやつ、おぜひ一人一言言ってもらいたいなと。じゃあ、たちゃん、ありますか、なんか。そうですね、まあ、はい、稽古場から、今の今まで、やってきたことを突き詰めた、舞台になっておりますので、まあ、僕の役も、その、なんだろうな、最初は思ってたところが違った堤さんの新しい味付けから、どんどん面白い役柄になっておりますので、うん、ぜひぜひ、そんなところも見ていただきながら、そして最後は、ね、やっぱ、なんといっても上川さんと水端俊平くんの盾であり、そのお芝居であり、感動的なシーンを、どっちが正義でどっちが悪なのかわからないっていうところを最後お客様に見届けていただけたらなと思いますので、ぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。じゃあタモちゃん、ほぼ全部言ったけども、まだまだ本当に笑いあり涙あり、アクションあり、ちょっとしたお色気ありって、もう様々なものが含まれたもうエンターテインメントとなってますので、もう余すことなく見ていただけたら嬉しいです。ぜひ劇場に足を運んでいただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。じゃあ、りょうちゃん。はい、僕は今回魔界伝習という作品に参加させていただいて、それぞれの最後に注目してほしくて、各役に素晴らしいちゃんとストーリーがあるんですよ。その最後を見届けてほしい、お客様には。そしてそれが全て重い感覚にならないっていうのは、やっぱり堤さんの演出があってこそだと思います。一人一人の最後にちょっと寄り添ってみて、一人一人の最後のシーンに何か感じるものがあればすごく嬉しいと思うので、そういった部分を楽しんでいただけたらと思います。ぜひ劇場まで足を運んでみてください。見たこともないものが見れると思います。よろしくお願いします。じゃあ、江坂君。そうですね、まあパンフレットのインタビューとかでも結構語ってはいたんですけど、個人的にやっぱ好きなのが十兵衛と宗則の親子愛っていう物語がやっぱ好きで、一番宗則のこの無念の思いっていうのが、なんか人間として理解できるし、切ないし、すごく、まあ、人間愛あふれるなんか親子の話だなっていうことになってて、あれが一個のなんか僕の中では魔界転生のすごい好きなストーリーの一つなんで、まあ言わなくてもみんな注目する部分であるから、そこはまあ見てほしいんですけど、もう一個、やっぱこう総勢40名のキャストで、やっぱ全体でこう全員野球をしているっていうところも含めて、だからアンサンブルの人たちがやってる盾だったり、あの紐をね使って、あのエアリアルやったりとか、なんかみんなでこう作り上げてる演劇、堤さん演出の魔界転生という演劇っていう部分をちょっと細かくなんか注目してくれたら、僕的には嬉しいし、楽しくなるんじゃないかなって思ってます。はい、はい、ありがとうございます。りょうたは、はい、あのですね、この魔界転生という舞台は、まあもちろん面白いですし、キャストも素晴らしいですし、もう何もかも本当に見たことないシーンばかり見れるんですけども、やっぱ舞台のいいところ、面白いところって、日々進化していくことだと思うんですよ。それが如実に分かるのが、実はですね、明日から僕ワンシーン出演増えるんですよ。え？何？聞いてない。びっくりしましたよ。聞いてない。聞いてないでしょ。りょうたくんが全裸になるって俺聞いてなかった。いやいや違うわ。あ、すいません。すいません。俺博多座出禁になるわ。そう、今日は堤さんから言っていただいて、ちょっとある部分増えるんですよ。ぜひちょっと明日見てもらいたいんですけど。分かったかも。分かったかもしれない。りょうた出たらいいのにって思ってるシーンあるもん一個。かもしれない。
ね、ものすごく大事なシーンで、そんなのがあるんですか。そうなんで、もうちょっと正直びっくりした、自分も最初の方でしょ。最初最初の方でしょ。おかず違い、おかず違いやった今の、これでバースデーボーイけど本当にその堤さんがさっき言ったあのね、客席歩いてるキャストにギラギラってこうね、一言付け足すかのように、うん、本当に日々進化する、毎日その日替わりネタがあることもですし、毎日違うってことがこの舞台の面白さだと思うんです。だから初めて舞台を見に、来る方もぜひ楽しんでいただける作品になってると思いますし、今回博多座で、そして東京では明治座さんでやらせていただいて、大阪でもやります、あのいろんなところで初めて舞台を見に来る方が博多座だった明治座だったっていうのはすごくいいことだと思うんですね。確かにそうなんです、あの思い出に残ると思いますので、うん、もう本当に、初めての方も何度も、足を運んでいただいている方も、満足していただける作品になっておりますので、堤さんの世界観、そして魔界転生の世界観、そして素晴らしいキャストたち、全員揃って、最後の大阪まで頑張りたいと思いますので、ぜひぜひ最後まで応援のほどと、そして全員の生き様を見てください。よろしくお願いします。うめえ、満点、満点だよ魔界転生、略して満点いいね、それも満点魔界転生、ほんといい、ね、本当だ、わかんない、ここのご飯も満点ああそうだね、いいね、大将喜んでるよ、うん、まだまだ博多座ありますし、これから東京と大阪もありますから、ありますね、はい、最後まで怪我のなきように頑張っていきましょう、はいはいはい、ディープソー、ディープソー、お願いします、来てね、舞台魔界転生見に来てね、お願いします、お願いします。今回使用しました魔界カードにですね、全員のサインを変えて抽選で3名の方にプレゼントしたいと思います。どしどしご応募送ってください。見なくなっちゃう、見なくなっちゃうね、はい、ぜひぜひ送ってください、待ってます。待っとうよ、待っとうよ、待っとうよ、もう声ガラガラやな。どれが一番美味しいの？イエーイ！コンペイトーだそうですよ。あ、意外と無臭。バカ。キャラメルカリント。コンペイトー、カリント。絶好調だね。絶好調だね。うまっ。マスター？熱くねえわ。なんでフーフーしてんだよ。小竹梅って感じしますよ。蜂蜜レモン、おにぎり梅、うん、コンペイトー、カリント。うん、梅選んでねえよ。本当だよ。グダグダか。お前たちが魔界転生した魔物ならば、それを操ってる者がいるはずだ。再びこの世にいてよ、ディープソー！魔界転生、11月明治座で上演。